こんにちは、きょもです今日は私のお家のルームツアーをしていきたいと思いますイエーイこのお家に引っ越してきてから 2ヶ月経たないぐらいになったんですけど私は今大学1年生で初めての1人暮らしをしていますでお部屋は約9畳クローゼットを抜くと約8畳ぐらいなのかなと思います是非最後まで見ていただけると嬉しいですお部屋全体を映すとこんな感じです この後ろこっち側に台所がありますで今回はこの一部屋だけを紹介したいと思いますまずこちらは私のデスクですこの本が置いてあるところとかもめちゃめちゃごちゃごちゃしているのでここの収納を今一番考えてるんですけどとりあえず一旦なんかこんな感じで落ち着いていますで本当は 普段だったら。5人教科書とかも並べてるんですけど、今は一旦取ってあります。で、ここに付箋紙とか。モバイル充電器とか？あと、こういうマスキングテープとかも置いています。で、この箱の中には？なんか友達からもらったお手紙とかが入っています。 このケースは無印で買ったケースなんですけど、ここにペンとか、ハサミとか、ちょっとなんか小顔ローラーとかも、ここにとりあえず入れちゃっています。これはオモム,ムさんのパソコンケースをここに置いています。で、あと、筆箱。で、このライトは、ニトリのものです。これは、 タップでつけれて、この上を押すと電気の調整ができます。めっちゃ便利です、これ。これは無印のメモパッドをここに置いて、なんかすぐメモとかができるようにしています。で、これは、なんかこのめっちゃ可愛いケプトの色味のケースにアクスタを入れてます。 なんか色味が可愛いので、だからずっとここに置いています。で、これはなんかセリアの写真てに私の好きなアイドルの写真を入れてたり、で、この後ろには家族写真があるんですけど、ちょっと今この辺適当に置いて隠してます。で、なんかポストカードとかカフェのカードとか、あとなんかこの後ろには自分で作った 何て言うんだっけネっぷりをちょっと飾ったりしていますでこの上にはいつもなんかカレンダーとかを貼ってるんですけどこれが大学の時間割でこれがカレンダーなんですけどちょっと今は一旦裏にしていますでこれはお花屋さんで観葉植物を買った時についてきたなんか説明の文ですでこれは 前の動画でも出てきたんですけど可愛いのでここに貼ってますでここに部屋の電気がついていますサイドのところにフックをつけていてここによく大学で使うトートバッグとかをかけていますでこれは前無印ホテルに行った時にもらった紙袋が可愛いのでかけていますこのデスクはニトリで買いました この椅子もニトリのものですデスクのすぐ隣に無印の飾り棚を置いていますダイソーで最近買ったフラワーベースになってますでここのドライフラワーはインスタにも載せたんですけど表参道の裏通りかな裏通りのお花屋さん雑貨屋さんで買いました このミモザはもう300円ぐらいでめちゃめちゃ安かったですでこのこのコーナーのすぐ下にソファーが置いてありますでこのソファーは楽天で買いましたこれもめっちゃ安かったです1万円ちょっとだったと思いますでここのソファーの上にクッションを2つ置いています前の動画でも紹介したと思うんですけど このクッション自体はどちらとも無印のクッションでクッションカバーがこっちは無印でこっちはスリーコインズのクッションカバーです下にも座るためのクッションを置いていますでこれもスリーコインズですでここのところにちょっとめっちゃ低めのテーブルを置いていますこれはこれは ニ通りで買いました。これも2000円ぐらいだったと思います。で、なんかこの机がちょっとあんまり気に入ってないので、いつか買い替えたいなと思ってるんですけど、ま、とりあえず一旦って感じでこの机を置いています。ここでいつもご飯を食べたりしてます。ソファーの目の前にテレビがあります。で、この家のなんか、 すごい特徴的なことがテレビ台がついてることなんですよこれはちょっと何インチだったか忘れたんですけどちょっと書,書きますここにはいこれはテレビを買う時にパパにお任せして頼んじゃったらちょっとなんかめっちゃちっちゃくてなんかこの大きさに合ってないというかもうちょっと大きめを買いたかったなって思ってます なんかここにセリコンのライトをちょっとなんか適当に置いていてます。で、この隣ダイソーのブックスタンドに SnowMan のカレンダーを毎回自分で置いていますちょっとなんかスノータンさんならわかると思うんですけどなんかこのカレンダーを飾るためのスタンドみたいなやつがついてたんですけどモノクロっぽくてちょっと私の部屋に合わないなと思ったので。 勝手に勝手にこのブックスタンドに飾ってますでこれはすりこのフラワーベースにこのかすみ草のドライフラワーを置いていますこれも600円ぐらいでめっちゃ安かったですこれは吉祥寺のお花屋さんで買いましたこの香水とかを並べてますでこの 上この上これは IKEA で買ったフェイカですでなんか今回はこの収納とかはもう中が全然出来上がってないので今日はちょっと紹介できないんですけど、まあ、唯一なんか綺麗に収納してるここだけ見せますここは、まあ、こんな感じで CD とか DVD を収納しています なんかちょうど高さがいいぐらいであでもなんかこの DVD とかは入んないんですけどこんな感じで CD を飾っていますで,こ,れはのカゴで,すでここにこれはニコアンドのブランケットとかこの下にはなんかパジャマとかを入れていますダイソーの棚でこれ500円なんですよすごくないですか でこの棚にこのなんだろうカーテンこれもダイソーのカーテンを上に敷いてますでここにちょっとなんか雑誌とかちょこっとね雑誌とかなんか置いていますレシピ本とかはいでこの上がアクセサリーをちょっと飾っていますこれは無印のアクセサリーケースめっちゃ 皆さん使っていらっしゃる有名なやつですでこっちがこれがダイソーのなんか変な形の鏡ででこれがこのキャンドルとかは全部スリーコインズのキャンドルですね次こっち側、えっとこれはバラのドライフラワーですこれもさっきのかすみ草と一緒で吉祥寺のドライフラワー屋さんで買いましたでこのフラワーベースは ススリーーーコインズのフラワーベースです。で、この鏡の下に置いてるマットは無印で買いましたでこの最初に出てきたこの鏡はアマゾンで買いましたでこの鏡はなんかもっとなんかもう二回りぐらいでかいと思って買ったらなんかちょっとちっちゃくて私1 5 5ンチでそんな身長高くないんですけどもう自分のね顎ぐらいまでしか映らなくてそれがちょっと。 ちょっと失敗しちゃったなと思ってますで、そしたらこの鏡の隣にベッドを置いていますこのこのベッドはベッドフレームとかはなくてニトリの足付きマットレスですこれはすごく安かったのでおすすめですシーツカバーと布団カバー、枕カバー全部無印のものですでちょっとこれがね ホワイトグレーみたいな感じで布団カバーと枕カバーはホワイトで揃えましたベッドサイドになるんですけどベッドのところにティッシュを置いてますこのティッシュケースは 3COINS のものです私は鼻炎持ちなのでもう夜寝る時ティッシュが隣にいないと本当寝れないのでもうすぐそこに置いてます でこっちに充電器があってこれがスマホ用でこれが AirPods 用です、まあ、常に2本ここに出るようにしていますこれがボディークリームとかワセリンとかハンドクリームとかをここに置いててでユーカリの匂いのものをここに置いてますもう鼻炎には、 ユーカリがめっちゃ効くので、もう常日頃ユーカリの匂いで寝ています。これはすり粉のアロマストーンです。でこれはすり粉で昔500円ぐらいで買った鏡です。これはお友達からもらったミッフィです。でここに雑誌を飾ってます。私は本当に単色の色味がめっちゃ好きなので、もう本当可愛くてこの雑誌。 もうほんとかわいすぎるのでここに飾ってますでベッドのすぐ上にちょっとポストカードを飾ってますこのポストカードは実家から持ってきたのでちょっとどう手に入れたのかよくわかんないんですけどここにね「北欧暮らしの道具店」って書いてるポストカードです でこれは空想道具雑貨店みたいなところで買ったポストカードです、はいで。このカーテンはニトリのカーテンレース4点セットみたいな感じので買ったんですけど、まあ、カーテンの色味がちょっとあんまり好きじゃなくて、まあ、グレーっぽくて、まあ、シンプルではあるんですけど、まあ、ほとんど。 寒くない日以外はほとんどこのレースだけで生活してますその方が光も入ってくるのでめっちゃいいです上に上からこう垂らしてこのライトを置いてますこれはねちょっとどこで買ったかわかんないんですけど5年前ぐらいに買ったものですこれも俺カーテンレールから吊るして ハン,ギンハンキンググリーンハンキンググリーンを飾ってますこれも前の動画で言ったんですけどこれはニコアンドのハンキンググリーンですで今この中にはちょっとすりこの観葉植物を入れてますここにもねあの空想道具店みたいなところで買ったカードを貼ってますでここにね でこれねめっちゃ撮りたいんですけどなんか撮れないんですよこれがだからまあ仕方なくここに飾ってますでこのすぐ下に観葉植物置いてるんですけどこの鉢もこの鉢立ても 3COINS のものですでこれはねアジアンスタムという植物なんですけど ゴールデンウィークに5日間ぐらい家を空けて帰ってきたらなんかもうめっちゃ死にそうになってて全然復活しなくてなんかずっとこのテンションなんですけどこの植物、まあ、なんか本当に死にそうになってしまってて申し訳ないですはいでここが全部クローゼットになってるんですけどこの中も本当汚いので今回は見せれないんですけど 次ルームツアーする時はちょっと絶対見せられるように整理したいと思いますでここにね私はちょっと見せる収納みたいな感じで洋服を飾ってますこのハンガーもダイソーでとりあえず10本入りぐらいのやつで揃えたものなのでいつかちゃんとね揃えたいなと思っていますでここの服たちはちょっとほんと昨日ぐらいに夏服にチェンジしましたなんかテレビを 見るときに見えるこの景色がめっちゃ好きですカフェテーブルですこれはベッドのすぐ隣に置いていますでも基本的によくここでパソコンを開いてもう永遠に youtube を流しています youtube で音楽とかもずっとかけてますで。 こっちにはちょっとスケジュール帳とか。ノートが置いてあるんですけど、これはねだいたい。寝る前に書くので結構ほとんどここに置いてます。あとは！実家から持ってきたお気に入りの雑誌とかも置いてます。はい、最後に。部屋をもう一回一周したいと思います。 はい、最後まで見ていただきありがとうございましたまだなんか全然自分の納得いく部屋にはなってないのでこれからねどんどんいろんな雑貨とか家具とかを取り入れていって理想の部屋に近づけるように頑張っていきたいなと思ってますでね随時ルームツアーとかもしていけたらなと思っているので是非 チェックしていただけると嬉しいです最後にチャンネル登録よろしくお願いしますバイバイ